形もうちょっと見れないかな。形だけの練習してる。形は本当に大事だと思います。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ジョコです。こんばんは、ミヤノです。シュンです。あー、今ね、10月の23日イベントがあるほんと久々ですね。だんだんとね、そうそうそう、まだ休憩と思って、あんまりイベントも探してもいなかったんですけど、はい、10月の23日、23、うん、10時55分から、逗子海岸で、アケアに踊ります。逗子海岸、うん、10時55分から11時20分まで、ズーフラというイベントです。ぜひ皆さん、閲覧無料なんで、見ていただければと思います。逗子海岸で。はい、逗子海岸で。はい、今練習してるのよ。あら、すごい。ね。その顔、いやね、疲れてみんなもうグッグッグッって上がってますよ。士気が上がってます。そっち上がる、こっち上がる。まあね、皆さんやる気があってね、こういうイベントに参加していただくとすごいいいチャンス、成長のチャンスだと思ってます。そういう中で思うのも、形もうちょっと見れないかな。これはね、こう、うまくならない人も、ここの部分が、多分あんまりチェックできてないかなと思います。まず鏡を見て、鏡見て、鏡で自分チェックしてっていう言葉がこう、通じない人がまだいっぱいいるのね。見てるつもりじゃなくて、正しい形と自分と見比べて、変な話さ、全部の場所が合ってるか、首とか、胸とか、形がつながって、で、フラダンス、フラがこう一つのストーリーができますよね。その形をこう流れ作業で適当にやってる人、よく私言うじゃん、形だけの練習してるって、はい、皆さんに言うじゃん、はい、形は本当に大事だと思います。例えばさ、ポーズとポーズ、1、2、3やってみましょう。ポーズとポーズ、型が合ってます。影絵とシルエットダンス、もう違うから、もう違うから、分かった分かったですね。そうですそうです。1、2、3。多い例がいっぱいあるね。これもダメなんですよ。1。まずね、そうそう、左のね、手の方向、胸の角度、うん、ここの手の角度、指、そう、指のここの感じ。あと、顎。そう、ここ。お腹。ここ。ここ。で、これがさ、今ちょっとやってたやつが、カホロとかカオとかステップ見ながらあるわけじゃん。わかります？で、上半身だけの今練習になるんだけど、形がこう、まずは、私は主に、まあ、お腹、胸ってこう動かしていくんだけど、1、2秒の形でも、この形にこだわっていく。この形ってことだっけ？そういうことか。こんな形って何？ほらね、違う。でもそれもあるのよ。いくよ。1、わかるかな？染み込んだ。そう。残ってた。ね。で、これが形だった。そう。そういうこと。わかるよ。そう、ないもんね、腰ないもんね、ない、形ができてないもん。そういうこと、分かった。上半身も大事なんだけど、下半身もね、形じゃない、分かる、形形って言ってもさ、もうさ、もうすっごい興味出られる。1、2、こっち見て、こっち、おいおいおい、例えばさ、1、2、3、4って残すわけじゃん、なんていうの、もうこっちに行っちゃってさ、で、ここはもう全くもう関係なくなっちゃう、ダメだね、ほら、でも言うのよ、イベント出たいって。ついついね、甘いんだね、そうです、甘い感じ。そうなの。で、こう、1、2、3、4のカウントの中でね、1、2、3、4、そう、胸立てて、ここの肘の角度どうかな、手の、この手の方向合ってるかな、上半身の形どうかな、
そう、これでやっぱ安心できるから。もう静止画で見るってことね。そうです。型だもん、形。あ、そっか、型だもんね。教室で習うってことは、その教室の型を習うって私思う。そうか。うん。わかるかな。型、型を。お手紙の型。型を見ると思う。なんでこの型を合わせていくっていうのが、こうみんなのチャレンジだと思う。お尻はタイミング、その教室のタイミングで、ね。上の型もあるんだよ。流れの型も合わせてるね。あ、そうそう。そう。どう速度合わせてると思うね。速度、速度ね。1、2、2、おい。どう持っていく、うん、2、3。どう持っていく1、2じゃない。ゆっくり出て、速度合わせたよね。1、2、3。1、2、形、手、下がってないか、ここの力強さどうか。そう、指の形、手首から先の表現どうか、肘どうか、全部見てる、ね、見た。そしたら、ここまで見た。合ってきてる、うん。例えばさ、こういうのが見えるわね、こういうのね。こういうの。これすごくイライラする。私が目の前にいてさ、はい、やってー。みんなこの手の形が分かんない。そうなの。こうなったり、こうなったり。イライラするな。そうなの、私こういう風になってる。なんで？ねえ。そう。数がね。そう。あれ同じ方向にこう平行に出すみたいな感じね。そう、チェンジ。あれれれれれれあれれれれれ、ちょっと広げすぎかな。形、形って手もあるし上半身もあるしバランスがあるよね。それをこう奥行きを見ながらやるわけだ。私これ本当に鏡を見ていて全体をバーって俯瞰で見てこう合わない人をこう合わせていくっていう感じがするかな。タイミング合わせるっていうのもすごく大事なんだけど、形、写真撮っていちいち決まるかなって感じなんですね。本当に鏡で見比べて、静止画にしてもらったところを見比べて一個一個ポイントをプップッて直してみるところだよね。そうだ、うん、そうそうなの。ここ何もできないじゃないかじゃなくて、まず振り覚えるから、うん、で自分なりに習ってる時に、まあ、先生の真似しながらこう、もうなんていうの、先生ってさ、こうもう雰囲気作りながら踊るじゃない。分かんないけど私の場合そうじゃない。初めからまずね1、2とは同じ、もう初めからこう柔らかくこう見せ方もこう見せながらいくじゃない。そういう感じをもう乗っかる、腹筋なくても背筋なくてもいいから、うん、なんとなくこう、こういうのを真似する、こういうのを真似していく、そう、こういうのを真似して雰囲気、体のこのダンスだからさ、全然違う。そうそう、なんでそういうのも真似しながらもう振りも覚えちゃう、うん、で上半身の角度とかこういうのもまあちょっと記憶する、うん、その後だ、あとはもうこすってこうよりこう精度が高くしていくわけよね。楽しんでるこれが私は、ね、うん、うん、皆さんどうですかね、この長い階段を登って一曲仕上げるのよ、ね、でもだんだんと光が見えてくるよね。見えてないらしいよ。見えろよ、見えよ、見えろよ、見えよ、はい、うん、まあイベントまで出てないかもしれない。そうだ、ね、でもさ、一曲を丁寧にずっと踊ると簡単な曲とか、あー、あれに関係なく、食べるとか関係なく、そう、自分の好きな曲でもいいんだね。うん、好きな曲で、そう、もう何でももう絶対に忘れない振りとかを入った上で体でこう先にやってみててとかさ、できるようになると思う。そうだね、本当にいいかも。ちょっと型を決める、型は重要、型の集合体です。そう、うん、まあお尻はこうベーシックで基礎を刻み、こう安定して感覚を覚えて、リズム早い遅い大きく溜めるとか、そういうルールを曲ごとにこう、ほらピアノとかもそうじゃない、ああ、ゆっくりここは溜める、ここは流す、きれいにこうつなげるみたいなのは自分でこうイメージは沸かせるべきだと思うけど、ここから上はもう型ですね。型、形がこう見えるように立体的に、先生のこの360度の感覚をこう使ってみんなでこう表現してるわけよね。手の置き場所がこう
決まってないところで決めなきゃいけない、うん、私はもういつも同じところにボタンがあって、斜め45度にボタンがあって、そこをみんなで押したいです。指も合わせたいです。角度も合わせたい。昨日言ったよね、1、2って全部こう指のタイミングを合わせてゆっくり広げたい。でもさ、なんかさ、思ったけど時間ずっと直してたらまあ上手くなるのよ。あ、本当は1時間半のレッスンをね、一回やってあげたらいいんだけどね、時間はないからさ、難しいよね。でもね、いい作品残したいからね、はい、ぜひ皆さん、10月の23日、はい、ハイブシー絵画、見ていただけたらと思います。はい、チャンネル登録と、グッドボタン、はい、お願いします。ありがとうございました。皆さん、アロハ。アロハ。はい、こちらのチャンネルでは、大好きなフラが上手くなるですね、コツをたくさんご紹介しております。チャンネル登録お願いします。